皆さん、モンテリオ山形ふれあいステージにお集まりいただきありがとうございます。 MPFB のミーナとレイレイとみちたんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も元気いっぱいでキックオフ前のライブを盛り上げたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、今日は庄内の酒田市からクイーンビーのお二人が来てくださいました。拍手。ND ソフトスタジアム山形は初出演ということで、ここからクイーンビーさんのご紹介をさせていただきたいと思います。クイーンビーは1998年4月酒田市を中心にガールズユニットとして活動を開始しました。メンバーはボーカルのミクさんとギターのチャオリさんです。はい、オリジナル曲を中心に2人で作詞作曲をし、2002年12月にファーストアルバムをリリースしました。今では新たなクイーンビーの世界観を作るため、ミクさんのデジタルミュージックを多用し、それにサオリさんのロックギターをかぶせていくスタンスで展開中です。演奏内容はオリジナルにとどまらず、ジャズなども行っているそうです。はい、また酒田市ジャズリノでは毎週土曜日にライブショーを開催しています。金曜日には酒田の街に現れて路上ライブが行われています。その活動が県内外の音楽関係の方々から注目を浴びているそうです。近日、笑いあり感動ありのミュージックビデオを公開予定しています。ダンスあり、あ、公開されましたか。はい、公開されました。感動、笑いあり感動ありのミュージックビデオがもう公開されているそうです。そしてダンスあり笑いありのクイーンビーをこれからもお楽しみにしていてください。詳しくは Facebook のクイーンビーを検索してみてください。それでは大変お待たせいたしました、酒田市から来たガールズユニットクイーンビーのお二人です。盛大な拍手をお願いいたします。